らいの時代のお話だか知ってますか？結構前のお話です、ね、紀元前からの一番最初って紀元前3113年の8月13日っていうのが彼の暦の第1日目、人類の中で確認ができる最も古い暦って言われてる。昔はね、インドの方たちがゼロの概念を編み出した一番最初の文明だったって言われてた時代があったんで、それからするとここの人たち、そのインドよりか1800年ぐらい前からもうすでに暦を使って生活を行ってたって。その中で2012年の12月22日地球滅亡とか人類滅亡とかっていう噂聞いたことありませんでした？それはね、その前の暦が終わる日っていう中でね、そういった噂が世界的に流れてたんです。特に何もなく続いてるんで、最近そういう噂も聞かなくなってきたんですが、でも今日行く地点とはマヤ文明っていう中では後半です。ここは西暦になってからとして、一番最初は西暦435年ぐらいから625年頃までが一番最初の歴史だったって言われて、その後約200年間あまり人々が住んでた形跡が見つかってない時代、異常気象だったって、雨が降らなくなって水が枯れてしまい、水食べ物を求めて人々が一旦この土地離れてしまったって。その当時の木の年輪郭を見た、発育があまり良くないとか、骨を見ると栄養症になってる、土を調べると極端に花粉の量が少ない、そういった中で自然災害がって言われてる時代ですね。その後西暦800年から900年ぐらいかけて改めてこの土地使われるようにして、時代でいうと990年ぐらいにかけて大きな変化を迎えています。それはというと別な文明の影響でこの土地を受けていたからですね。その文明とはトルテカと呼ばれる文明、メキシコの中央高原でいまして、真ん中の方です。真ん中の方にメキシコシティがありまして、その上のところイダルゴという州があって、そこにはトゥーラという遺跡があります。そこがトルテカ文明の発祥の地。そこの彼が時代でいうと990年ぐらいにこちらの方に来て、主に彼らの宗教的な考えをこの土地に広めた形跡が見られる。そういった中で教育地点さ、皆さんマヤ文明って言ってますが、専門的に言うとここはマヤトルテカ文明の都市として成り立っている場所になります。じゃあその文明いつ頃まで栄えていたと思いますか？結構前ですね。その通りです。簡単に行きましょう。今いる国ここどこでしたっけ？ここはどこでしたっけ？この国はメキシコですよね。メキシコって公用が何語喋ってるんでしたっけ？スペイン語ですよね。なんでメキシコ語じゃなくてここスペイン語喋ってるんですか？そうですよね。大丈夫、ついてきてるですね。スペインの人たちが来てね、駅前のノバでスペイン語教えてってくれてたわけじゃないですね。ここはスペインの植民時代があります。じゃあそれっていつ頃のお話ですか？世界史勉強した、大航海時代とかって出てきましたよね。それっていつ頃でしたっけ？あんまり覚えてないですか？じゃあそれが別な航海でね、昔よく勉強してればよかったっていう航海もあるんですよ。船乗っての航海ね。アメリカ大陸発見はっていうとコロンブスって言われてますね。それっていつ頃でしたっけ？1492年とかってね、勉強した方もなんで1500年代初頭が大航海時代の始まり、スペインの方もそうですし、ポルトガルの方も船に乗ってて、この土地は1519年エルナン・コルテスというスペインの将軍、この北のところにあるメキシカにある土地とか、今はベラクルースって呼ばれて、そこに初めて上陸をしまして、その当時中央方面にあったまた別の文明です。そこにはアステカっていう文明があった。聞いたことありますか？アステカ文明ってメソアメリカって言いまして、アメリカ大陸で過去に栄えていた三大文明というと、今日のマヤ文明、中央高原のアステカ文明、あともう一つは何だか知ってますか？マヤとアステカときたらもう一つ有名なやつ、メソポタミア。聞いたことあるんですか？全然違うところですよ。違います違います違いますよ。インカです。インカ聞いたことありますか？まあ、どうでもいいかって感じでしたかね。南米ペルーのね、マチュピチュとかが空いたところがインカのところになるんですね。そういった中でこの半島、ここの土地は1521年にフランシスコでモンテホという将軍が来まして、力で勝ってたからこの土地を支配する。ここはスペインの植民地です。じゃあメキシコになったらいつからメキシコですか？それ最近でしたっけ？5年ぐらい前だっけ？10年ぐらい前、もっと昔。1810年9月の
16日でね、メキシコの独立記念日。なんで今年2015年のメキシコは205年目を迎えるんですね。なんでこんなお話をしてるかというと、教育地点があそこはですね、過去に栄えていた文明の都市としてこの原点に発見されて一躍有名になっていった場所なんです。いつというと1839年から40年にかけてアメリカ人とイングランド人の探検家とかが、まあ、映画で言ってもインディ・ジョーンズみたいな感じで彼がこの土地に来て土を漏れていたそういった建築物を発見して一躍有名になっていった場所なんです。ということはスペイン植民地時代ではないわけですね。スペイン人たち約300年間この土地を植民地にしていた。そういった中で、公用がスペイン語という国なんですが、教育施設はスペイン人たちは一切使ってはいませんでした。なんでっていうと、彼が来るもっともっと前にその文明ってもうすでに終わっていたからですね。いつ頃っていうと1200年代後半と言われてます。ということはその文明がなくなってから250年ぐらいの月日が経ってようやくこの土地にスペインがやってきたんです。250年って言ったら結構前ですね。250年前の生徒はどこで何やってたか知ってますか？私も分かりません。ということは何ですかって、スペイン人たちが最初にこの土地に来た時に、ねえねえ昔はって聞いたかって、そんな昔に終わってしまった文明のことをああでしたこうでしたってちゃんと語る人はもう残ってはいなかったんですよね。でもここの彼は文字を使ってました。エジプトに行くと象形文字って言われてる文字がありますね。今ここの文字はマヤ文字って呼ばれてるんですけど、その彼らの独特の絵文字を用いてたくさんの歴史を文献に記していた。その文献を解読していく中で彼らの歴史分かってくるはずだったんです。その文献はもうなくなっちゃってます。なんでというと1562年にスペイン人の宣教師がですね、全部集めて燃やしてしまいました。からこの土地にキリスト教を広めていきます。キリスト教を広める考えのもとで、前のその宗教的な考えの残る文献というのは存在したので、ね、全部集めて燃やしてしまってなくなっちゃいました。この原点に3つだけ、ドイツとフランスとスペインにもしかしたらこれって言って見つけたやつがあるので、その3つの文献を見るだけでは彼の長い歴史を全部知るということはできない。そういった中で多分こうだっただろう、ああだっただろうとしか、ね、言えないというですね。なんで今日遺跡の中で私が言うこと断言できるのってあんまりないです。多分こうだったもしくはああだったかもしれないっていうお話しか私はしないのは、それは私の勉強不足じゃなくて勉強する素材がね、どう残っていて、で見どころたくさんあります。じゃあなんで彼があの時代にあの場所にね、人間の力であんな建築を作り上げて、あれだけの人たちがあの当時周りで生活をっていうのは、今日の遺跡の観光の中で少しは見てまた感じていただける部分があるから。でも残念ながら朝言った通りピラミッドにはもう残れない。それはね、思いっきりバランで登っていただくと、また上から景色をご覧になっていただくと、別な部分ね、見てまた感じていただける部分があるかと思います。今日はですね、疲れます、何度も言ってますね。でも一番ね、おすすめの2カ所の遺跡のツアーになりますね。一応これでも私オフィシャルガイドって言いまして、メキシコの中で専門的に考古学の大学に行って単位を取っていって、国家試験を受けて初めて合格して、オフィシャルガイドになりました。私ですね、韓国に住んでいる日本人の中では唯一のオフィシャルガイドです。日系各社ですね、日本語ガイド、日本人ガイドに出てご案内されても、から旅行会社の係りの人で、遺跡の入場はお二人と同じように、入場料を払って遺跡の中に入って、で遺跡の入り口にいる私と同じようなオフィシャルガイドにお金を払って、その人たちの管理官のもとでああですこうですというお話をされてるんですが、それからしてね、私入場無料です。遺跡年間フリーパスみたいなもんですちゃんとご案内できる資格があるので、そういった中で遺跡の中でもまたほんのちょっとだけ、お話をさせていただきたいと思いますね。興味があったら、ね、ぜひまた聞いてみてください。でも突っ込まれちゃうと困っちゃう。皆さんからですね、なんでなんでなんでって言ってね、質問根源になっちゃうと答えられないという部分があるんですが、でも最近いいこともあります。例えばさっきね、風が強かったでしょ、今の時期ってこんなに風強いんですかとかっていうとね、異常気象です、異常気象です、ね、一言で終わっちゃうじゃないですか。遺跡のお話もね、分かんない部分になってくるじゃないですか。もうそこはね、ロマンですから、ロマンで解決した部分があるんですよね。余談になりますが、マヤ文明のマヤっていう名前、これどっから出てきたか知ってますか？マヤって聞いたことないですか？この半島のことですね、今ではユカタン半島って呼ばれてる。どちらもね、スペイン人たちが来て最初に彼を呼ぶようになったのがきっかけって言われてます。最初にスペイン人はオラーとかってね、オラーって知ってますか？一応ついてきてる。ヨシクゾウさんもオラって言ってた。オラとは違うオラだって分かるんですね。でもいきなりね、オラとかって言ってもねって感じだったんで、ここの人たちマーティマーティユカタンって答えなんですけど、あなたの言ってること分かりませんって。スペイン語で話しかけても、ね、何言ってるか分かんないんで、彼の言葉ねユカタンユカタン分かんない分かんないって言ってたのを聞いたスペイン人たちのみんなユカタンって呼んでる土地だって言って、で最終的に半島だったんでね、ユカタン半島って、って感じですね。
でもそんなこと言ったらオーストラリアにカンガルーって動物知ってます？あの動物も同じだっていう説がありますね。あの動物もね、ねえねえあの動物何言ってね、先住民って言ってカンガルーって言ってね、カンガグルーって言って、あなたの言ってることは分かりませんって。先住民が答えただけだったのに、あの動物がカンガルーって言うんですねってね、世界的に写真と名前を発表してしまって、今でもその名前っていうのと同じ。じゃあマヤっていう言葉ってスペインの人たち遊びでこの土地に来たわけではありません。コンキスタドールって言って新しい土地、金銀財宝を求めて攻めてきたわけですね。その中でマヤ、マヤ、コーナイとかあっち行けって言うんですね。その言葉、柱が逃げていく姿を見てその人種をスペインの人たちがマヤ人とかマヤ族っていうなって最終的にその彼が持ってた文明はね、今ではマヤ文明って言ってます。なんで先住民の言葉で言っても皆様あなたの言ってること分かりません。あなたに言われてしちゃいまして、マヤ文明は王内文明ってね、もう文明説がなくなっちゃってるってことになってるってことなんですね。でも血は残ってます。スペインたちにこの土地の人たち皆殺しにされちゃったっていうわけではない。たくさんの先住民たち、どんな人たちっていうと顔立ち皆様言ってます、アジア系の顔立ちです。7000年ぐらい前に北のベーリング海峡を渡ってきたモンゴリアンが彼の先祖っていうのがね、顔立ちアジア系です。で小柄です。女性で140センチ、男性でも150センチ、なおかつ首が太くて短いっていうのが特徴です。物を運ぶ習慣、物に帯をつけてその帯を頭に当てて背中に、ね、手をつかずに背負って運んでいた。その習慣の中でだんだん首がね太く短く変わっていった人種になります。この土地にいる人たちで顔立ちがアジア系で小柄で首が太くて短いっていうとマヤ人って呼ばれるね。でメキシコ、この国は混血って言いまして血が混ざってます。白人系のヨーロッパの血が入ってるメキシコ人の方もいらっしゃるし、メキシコの北部といったらですね、アメリカの南部テキサスとかああいったところもともとメキシコです。1846年から約2年間メキシコアメリカ戦争を行ってね、負けてしまって取られてしまった領土になるんで、アメリカの南部でスパニッシュ系の人が多いんでね、それでその土地は過去にあったからなんですけど、そこら辺は何ですかというとアメリカの昔のねインディアンの地ですね。韓国、皆様ご滞在されて韓国新しいリゾートこの辺で作ったって、1970年にメキシコ政府が観光としてこの土地開発を始めて、その4年後、1974年に第1軒目のホテルができました。それからって言ってやっと今年で41年、やっと今年2005年に迎えるわけですね。でも韓国のダウンタウンの方に行ってもですね、古い建物っていうのは30年ちょっとのね、ボロいっていうだけで、歴史ある街並みではないです。メキシコで都市で有名なところ、300年ぐらい前のね、植民時代の建造物っていうのが残ってるところなんですね。それからすると韓国のダウンタウンは見どころにしたいことがありますので、でも皆様のようにたくさんの観光客が韓国に遊びに来てくれる、仕事があって生活ができる、韓国での生活を求めて移り住むメキシコ人たくさんいらっしゃる。そういった中ね、もう韓国に住んでる人たちはマヤ人系の人だけではなくなってて、でも残念ながらマヤ人系の人は貧しい生活、白人系の人は裕福な生活をねしてるっていうことがあるんですけど、でもこの土地の人たちまだ言葉はですね普通にスペイン語で生活する。でもご年配の方たちはマヤ語っていうのが残ってるんです。でもマヤ語っていうのも方言があるし、マヤ文明ってどこですかっていうとメキシコだけではなくて南にある国、ベリースですとかガテマラ、ホンドラス、エルサルバドールという国もね、前の文明として使ってます。王様が一人で全部を支配してたという文明ではなくて独立国家と言います。その土地の地の政治経済みたいな感じで、ね、言葉も若干違います。ここら辺はマヤ、ユカテコっていう方言です。今からですねマヤの絵文字の今日はですね、これがねマヤの絵文字の今日こんなのがあります。人数が少ないです。その日をですね、遺跡の中に持ってって私と一緒にね、ちょっと迷子を解読してきながら遺跡の観光はしません。しないですよ。それはあくまでも代表的なものなんでね、その日を見たら迷子分かったってそんな簡単な世界ではない。でも一つ一つ意味があります。例えばですね、左上の A の絵文字、迷子で言うとそのことを悪って言います。なんでね、アルファベットの A と組み合わせしてる。じゃあ左上の A の文字何に見えますか？想像力が豊かだとパッと見ちゃう分なんですが、なんかに見えないですか？ダメ。仮面ですか？仮面？惜しかった。運が邪魔でした。亀です。右側向いてる亀です。亀に見えますか？丸い目ん玉ひも字のうち、亀の横顔です。見えます。
亀のことで迷子で言うとアクティブス、教育実践者の中にも亀の姿が、ね、使われている部分です。水があるところに生息する縁起物として、ね、使われているって、うん、じゃあ今度アルファベットの C に値する文字は何見えますか。ヒントです。ご滞在されているカン君という場所、迷子になっているって知ってる人は分かっちゃいます。人数少ないからね、普通それ言ってね、一人ぐらい分かってね、話がつながって今盛り上がってるとこなんですが、C は今日はシーンとしていましたね。あれカン君って大丈夫、ついてきてますか。関西空港じゃないね、知ってますよね。それ大丈夫ですね。民主党時代のあのヤバかったヤバかったとかってビデオで映像でね、書をくんづけて読んでる、そんな人忘れちゃってもいいんですけどね。カン君はって言うと、迷子で言ったら蛇の巣っていう意味なんです。カンっていうのは蛇、くんというと巣ですね。カン君というと蛇の巣。教育地震者のピラミッド、まだあのね、ピラミッドは名前はっていうと、ククルカンと呼ぶ。前語でククル、羽毛の羽、カンが蛇ですね。なんでククルカンというと、羽毛の羽に入っている蛇、その蛇の神様を祀る神殿がね、教育地震者のピラミッドなんですね。でもキリスト教の中で蛇は何というと、蛇は悪魔の使いになります。前の文献見てみると、たくさんの蛇が書いてある。そんなのはキリスト教からしてみたら、悪魔の宗教だっていう中で、ね、処分されてしまったって。でも教育地震者に残ってる、それはというとスペインたちに疲れずにメキシコとして独立してから改めて発見というのがね、ニューヨークに残ってるっていう部分ですからね。下グラバンのビデオ、下グラバンのビデオ、じゃあ最後にもう一つだけ G のマーク。 G はそれ再生のマークと言いまして、生まれ変わるマークで、彼は生贄の儀式を行う考えね、そこにあるって言われてる部分があるんですが、G は何に見えますか。水の中から足が出てる。おーさ、ね、見えました、ね、違います。そういうのは犬神と犬神家の人じゃないですね。今日マヤ文明ですけどね、それはですね、人間がどっから生まれてきたかという考え方です。じゃあ人間ってどっから生まれてきたんですか。どっから生まれてきたんですか。こういうのをビデオで撮っちゃってていいんでしょうかね。お腹とか子宮とかそれ生命誕生の部分で ね、海から始まったとか ね、土から始まったとかね、アダムというとかね、コウノトリの方、そういう考え方の中で言うと、ここの人たちもともと人間というのは、彼はトウモロコシから生まれてきたって、トウモロコシです。なんでって、昔昔人間が定住って言って、サラマタと家を作って住むようになった時、人間というのは農耕民族の乾燥している豆種トウモロコシ何年置いておきます。またそれを土の中に埋めて水を与えてあげるということによって再生丸刈りですね。なんでトウモロコシに水、人間の体にこの体の流れで血を捧げることによって再生を促すという考えのことで、血を流す生贄儀式って、じゃあ G のマークは何というと、双葉、新しく芽が生えてきた発芽の部分なんですね。今日ですね、現地で思い出になるお芽が、私一つおすすめできるのは、前の絵文字で作るシルバーのペンダントと、メキシコ、タスコというところで銀があったので、そのタスコさんの銀、スターリングシルバーといって純度の高いやつです。まず一つですね、こんなね、私の名前はトールって言います。なんで T-O-R って言うんですね。このデザインは女性の方に人気です。で、男性はというと、こっちの四角いやつです。どちらが目だって言って、私の名字は小林って言うんでね、これコバって言う。最近の一番人気、これです。太陽のマークのやつ。これ、ね、文字を一文字しか、イニシャルだけしか入れることはできないんですが、すごい素敵にね。これは文字を金に書いてる。これは H ってね、LH だけど、LH。あ、違うです、違うです。そんなビデオ撮られちゃった。これね、私の娘、春って言うんでね、娘の頭文字を取って、こんなのがね、現地で思い出になるお土産として販売してます。今日、興味がある方は、泳げる泉のところ、行っていただいてですね、ご覧になることができますんで、こんな感じのやつね。地球の歩き方っていうガイドブック見たことありますか。はい、持ってますか。買われてはないですか。
現地の思い出ならおめえが私一つ住みてきなさ。この前の絵文字で作るし、あれそういえば実物って意味してますか。実物って意味してる。そういうのが実物になりますね。もうちょっと反応してほしかったね。分かってる、大丈夫。そのね、地球のあり方になってるやつね、丸いやつ、横見とね、ホールって書いてあるでしょ。四角いやつ、コバって書いてあるね。太陽のやつ、H って書いてあるでしょ。私この本のカメラマンの仕事もしてる分あるね。だから実物って言ってるじゃない。もうちょっと反応してほしかったんだ。これ持ってますか。これ持ってますか。でもこれ、この新しいやつじゃないですか。あ、ね、こっちこっちです。そうですか。表紙こっちじゃないですか。そっちかもしれない。どっち。あら、こっちでしょ。これは41ページに、41ページね。でもその41ページのやつ、タイヤのやつカットされちゃってるんだよ。あった。現地で思い出のお土産、私おすすめなこの前の文字で作るシルバーのペンダントと、興味ある方は泳げる泉ところで前の工房があってですね、作ってます。これは私が販売したものではないんで、作りたいという方は現地で直接ね、その前のコミュニティでおいくらですかって、シルバーのやつで1個100円200円でね、タイのマグネスで34ドル中の持ち、シルバーで中の持ち金に変えたらね、4ドル終わりやんかになっちゃう分あるんですけど、でもこれ韓国でも作ってます。5文字のやつで、文字数によって値段変わってくる。現地で買ったら45ドル、韓国で買ったら90ドルするそうです。値段倍なんで、もし作りたいって思い出にっていう場合にですね、現地で買われた方が、一応そこはビザマスターアメリカのクレジットカードも使いますね。あともう一つ、つけられます。すみません、ありがとうございます。こんなやつです。この間ね、一日を表して紀元前3113年の8月13日に表した紅葉日の最後の日で、この紙はというと日本で言うと和紙です。ここではアマテと言いまして、主に木の皮、処分されてしまった前の文献でこういった紙に記されているんですね。で今日は特別にこっちを見せちゃいます。これがね、2012年の12月22日、小読みの最後の日で、こっちが最初、こっちが最後、違い分かりますか？大きさが違います。こっち大きくてね、こっち小さいね。それ分かった。これでラミネートする、こっちラミネート。そういう違いじゃないですよ。ごめんなさい。簡単に言うとですね、5段階、数字の単位、1の位のことを金って言います。金は何ですかって、彼の言葉で言うと、金というのは太陽を指します。金が1回、金が2回、太陽が1回、太陽が1回、今の1日を使って考えます。毎月何日って20日間です。彼は20進法で物を数える。手と足の指の数、物を数えると1から20がベースになる。毎月20日間、1年間って、それ18ヶ月。暗算得意ですか ?20×18 は360。彼は1年間は360にして、今の365日と5日間違いの最後の5日間は暗黒の日。縁起悪いの数は、ね、日本でいうと宗教的な仏滅の日をカウントしないような感じですよ。1、20。360、その先360を20倍した7200、その上は7200を20倍した144,000、1回で144,000日を記すことができるわけですね。で前の宗教的な儀式を行ってたカレンダーっていうのは太陽暦とは別にありました。それは毎月20日間合計で13ヶ月、13、キリスト教の中で縁起悪いですね。でも彼の宗教的な考えの中では13は一つの、ね、サイクルを終えるって何だか分かりますか。13、大丈夫です。私も分かります。それはっていうと女性の方の問題です。女性の方の、大人の女性の方の問題、毎月の問題、1年間の中に13回ピリオドを迎えて、それに合わせての宗教的な儀式が行われていたって言われてるので、じゃあ1回が144,000ってのは全部で13回目を迎えた時、144,000×13 は187,200となります。前の暦が始まってから187,200日目というのが2012年の12月22日だったわけで、そういった中で暦の最後の日で、
後ろ、このラミツネ一緒にしてるやつ、補助掛け、ね、2012年の12月22日は、ね、13回バク転というか、あと4桁が全部ゼロになって、月の傾きはファーストクォーター、新月から8日目。でもね、これはアメリカの NASA も参考書かで正確なカレンダーだという。今のコンピューターで計算すると4000人に1日ずれが生じて、で前の5名は5000人に1日のずれしか生じてるので、かなり自然だから天文観測の方がより正確性が、ね、優れていくって。この前カレンダー、ちっちゃいサイズはもう売ってないです。大きいサイズだけになっちゃうんですよ。こっちのサイズだけ。で、昔は大きいのと小さいのセット販売でよかったんですが、今大きいのだけでも多分ですね、今年まだ私ね、金額売ってるんですけど、また値上がりしてると思います。でも私が買ったらですね、20ドルにしてくれます。多分現地で買ったら25ドルぐらいするかと思うんですけど、私が買ったらね、気持ちも昔からの料金、私の制服で提供してくれます。20ドルのも高いんですけど、思い出になる一日、例えばですね、ハネムーンできてる結婚記念日とかね、入籍の日とかね、あと誕生日、あと今日、今日は何の日か知ってますか？今日は8月の6日、メキシコですけど、ディア・デ・レイエスってね、キングの日ってね、今日はね、みんなでそういう日なんですよね。でも今日はとりあえず、じゃあ私だった思い出の人がね、いらねえよ。遺跡に行った日みたいなのがね、京都ね。これもね、現地で覚えて、作られたらですね、ケースは、これは昔のケースなんで、ちゃんとしたケースに入れてくれて、で、解説書っていうのはこのぐらいの大きいやつに入れてくれて、名前が入ってね、日付が入って、私のやつはね、大きいやつは第1日目のゼロの日、そしてフルムーン満月分とかにね、カウントが始まったって、僕は英語もしくはスペイン語しかないんですが、解説書っていうのね、日本語で前のコインの作り方からね、考え方っていうのね、一部タイプしてくれますね。興味ある方は遺跡の入り口で、これは遺跡の入場料を取ってね、保護団体が作ってる、これも私がアドバイスものではないんで、現地でね、注文していただく。僕はクレジットカード使うに現金のみです。できればね、作ったらこれ飾っていただきたいんですけど、このマヤカレンダーどこに飾ったらいいか知ってますか？どこだと思いますか？入り口違います。どこだと思いますか？どこしかないですか？これトイレですね。なんでだか知ってますか？トイレにね、目が水もやるからですね、毎日毎日ね、ピカピカに磨いてね、おばあちゃんの言うこと聞くとね、べっぴんさんになれるとかって忘れてたりし、最近ね、忘れちゃうのに磨いてください。まあ、トイレ毎日入るからね、毎日トイレの後ろが特大に貼り付けると忘れないかと思いますので、これもね、現地で、これは韓国では作ってないです。現地でしか作れないお土産になりますので、興味があったら遺跡の入場の際に注文したら出発するときに受け取れるっていうお土産になりますので、いいでしょうか。じゃあ、お話終わったんで、少しゆっくりしていただいて、また現地に着く前に、ね、声かけますんで、そうすることによって、夜、月の明かりで道が白く浮かび上がる、夜でもね、からね、月の明かりでこの道を通って、年と年ね、移動してた人たちなんです。皆さん、出てくるとき、ここ雰囲気変わってます。両サイド、右のお店がバーっと並んでですね、たくさんの観光客入ってきます。雰囲気変わってますんでね、こんなとこ来てないって言って違うとこ探しまんないんでしたけど、今何ですか？今8時半に過ぎたところなんで、11時、あそこのところの出口のですね、あの白い柱の右手のところ、 ATM の機械がありますね、そこに11時です。いいですか？11時。この後ろに、この人は撮んなくていいんですか？ビデオで。この人ビデオで撮んないでいいんです。あの人ね、顔立ちはオリエンタルでしょ、はい、でもあの人ロシア人ですよ。あ、そうです。なんで、ね、お知り合いですか？意外と仲間でこっちからね、今入ってきたところがここで、この四角いところ、うん、赤い矢印のところにいまして、この正面とか入ってたらもうすぐにピラミッドがあるんです。その周りのところに最初ご案内させていただく中でも、一角に前のボールゲームを行ってた球技場がありました。で、北の端っこのところ、あそこに聖なる泉、池に住んでて、ピラミッドの北のところから行って戻ってきて30分です。こういった平坦なところ行きますんで、頑張って行ける場合にね、一緒に行ってみましょう。南の方にはちっちゃいピラミッド、天文観測の建造物、雨の神様の神殿での頑張って行ける方、北からずっと南の方までご案内させていただきますんで、じゃあ参りましょうか。
パシコアリーク。こんにちは。このチチェンイツァ世界遺産ですよ。1988年の12月、ユネスコの世界遺産として登録済み。最近ちょっと前ですけど、2007年の7月7日、新世界7大寺院の一つに選ばれました。知ってました皆さん、そんなの。新世界7大寺院、日本の清水寺もね、ノミネートされておりまして、25位以内に入りました。でも残念ながらね、7位以内には入らなかったんですけど、ここ第5位です。この左手、だんだんなってて、これ何ですかって、これ城壁の跡です。もともとは3メーターから5メーターの城壁が周りに築かれてお店、外と中ちゃんと区別されてます。中で生活ができたのは身分の高い人のみ、一般会計の人でこの城壁の外に生活してますね。あそこあれ何言ってると盛り上がってるんですね。城壁の跡です。ビフォーアフターみたいな感じです。この原理の中に手が変わってこれだけの手がね戻ってたんですね。新世界七大主義第1位どこだったか知ってますか？ピラミッド。違います。中国の万里の長城でした。組織票です。中国人人口多いんでね。あ、でもこういうの YouTube で流したらバレちゃう、また問題になっちゃうもん。組織票、インターネットの中の投票だった。あとはインドのタージマハール、ブラジルの山の雪で投票も入ります。まあ、どっちも人口多い国ですからね。あとはイタリアのローマンコロッセオ、ヨルダンのペトラ、マチピチュとかも。Buenos días. Uno, dos, tres, cuatro. Buen día. Hay que compartir. No, no es muy casado, le estás dando tío para limpar. Ah, no ha despertado bien. ¿Qué quieres, una especial? Ah, bueno, está bueno. Gracias, toro. Vete. Igualmente.皆さん、あの奥に見えてきたの、あれがピラミッドですよ。あの下のところにあるやつ、あれがユネスコマークですよ。ちょっと磨いてよかったです。1988年の12月、生まれてましたよね。生まれてた。じゃあ1988年、何があった年だか知ってますか？ソウルオリンピックの年とかね。あと日本だったら昭和から、ね、平成に、ね、変わった年でもあるかと思いますね。ユネスコのマーク、このマークはですね、みんなで守ってあげましょうというですね、今持ちですね、ユネスコマークの。このマークね。世界遺産は分かってますか？大丈夫ですか？世界遺産っていうのと大田遺産の違いも分かりますか？大丈夫ですか？守るもの違いですね。じゃあ、プラミッドの方に行きましょう。パスパーリック。こんにちは。いい青空ですね。春分の日とか春分の日はすごい人ですか？すんごい人ですよ。すんごい人です。あとね、その時の光景ね、写真がお見せしますね。氷にする。最初にピラミッドの写真。私ね、カメラ持ってます。じゃないとあの人たちね、たまにここで言われたんで。わあ、すごい。でもやばい人なんだね。あ、そうなの。でもこの人、天幕見てて起きるのとかさ、登ってたから。そっち。登ってたから、そこから行く。あの先がどこまで歩くかね。ストップです。で、男性こっち側の方がいい。大丈夫か？いや、来ました。これがチチェンイツァのピラミッドです。前の文明の中でね、このチチェンイツァの一番有名な建造物、名前はククルカンのピラミッドですね。迷子でククルっていうと羽毛の羽、カンが蛇です。ククルカンっていうと羽毛の羽が入ってる蛇の神様祀る神殿がこの建造物ですね。
マヤ文明の中でこの建造物は一番高いとか一番大きいというわけではないで、一番神秘的という中で新世界七大不思議の一つとして多くの票を得たって、なんでとこの建造物がかなり文明の中で暦カレンダーを表していたって言われているところですね。今見ているところ東西南北でいうとこれ西側の面です。左手の奥が北側、この2面がきれいに修復復元されて、反対側の東、そして右手の南のところは修復されているきれいに復元されている、中は普通の石灰にし山のように霞んでいるだけ、一番外側のところのみ形の整っている石を使ってこういった建造物で作り上げていったんですね。一番上のところ高さ30メートルです。昔は各面に5つの突起物があったって、5×東西南北の4で合計で20。これが彼の考えていた暦の毎月20日間って言われてる。階段の一番下から階段の一番上まで高さ24メートル。そこまでピラミッドって斜めのところ、だんだんの断層になってるのかですか？9段重ねですか？9と9とで18、毎月20日間のやつが18ヶ月っていう感じ。そうすると彼1年というのは360。これは各面の階段です。この階段一番下から、一番上まで上がると90段の階段ですね。 90×4 は360、各面の階段の数と合計とかに関連した対応歴の位置に合わせていた。もう一つ修復と同じ方法の階段というのは毎月20日間のやつ13ヶ月って言ったの覚えてますか？そうするとそのサイクルは260年、彼は歯車でカレンダーを作る。一つが260の歯車、もう一つは360の歯車、この2つの歯車の組み合わせ同時にゼロから始まって1日1個ずつずらしていきます。長い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 3月の中で1の日か2つのカレンダーがまたぴったりゼロに戻る。太陽暦でいうと52年後にそれを迎える。そういった中で彼の人生というのは常に52年サイクルの中で生まれ変わり再生がと言われているんですね。今我々が使っている暦の中でも52日ではちょっと関係があってね、1年間52週間とかってね言ったりなんかしますよね。でも52週ぴったりになります。我々の1年って365って言いますが、正確に言うと 365.25 日、もともと正確に言うと 365.2422 というね、正確な1年の周期なんで、ルード紙読んで終わる年2月の29日実際にゼロを調整している部分なんです。ここに立って日中は太陽の動き、夜は金星火星月の動き、お地道に観測する中で最終的にその周期を見つけ上げて、暦を用いてこの土地の中で、ね、生活を行っていた、それを証明したという部分の中で新世界七大不思議の一つとして多くの病院になります。このピラミッドを通して特別な現象を見ることができるんですが、でも今日はその日ではないです。でもその場所は北の正面の方になりますね。正面の方にちょっと行ってみましょうか。じゃあこちらの方からね、忘れ物ないですね。取りませんでした。なんで下のこの斜めの下の部分と上の四角いところちょっと見るとですね、上ちょっと右手にずれてるの分かりますか？おお、ね、なんでね、ここ正面の音って上の音って西と東と南は中全部つながってます。北側だけが部屋が一つ、そういった中で正面は北側になりますよね。あの影の方に入りましょう。はい、でもいいですね。というと3×24、昨日の2個を足すと26、ひらめた階段を中心に26と26、これで合計で52、52年サイクルって言われています。これもね、カレンダーとつながりがあるんですね。階段の方にね、こっちの方もありましょうか。ここら辺から見るとですね、北側のところ、階段の一番下、あそこに蛇の頭があるの分かりますでしょうか？もっと撮れましょうかね。蛇の頭、分かりますか？あれがね、有名なクックルカン、そうですね、蛇の神様の頭。蛇が口を開いて、口の中からベロが下にピッて下げて、ほっぺのところ、バカボンのほっぺみたいにね、ぐるぐるってなってるんですね。なんでこれ素晴らしいのって、その時の光景、こんな感じになります。この角のところがあそこ。あの奥にある蛇の頭っていうのは写真見るとこちらで、北側の階段の脇の壁のところ白い蛇の胴体が浮かび上がっているの分かりますか？これが自然現象でこのように見えるわけですね。どういうことって、白いところここと同じように太陽の光が直接当たる部分、黒いところから断層の影、これにて光と影で全長で23メートルの蛇の神様の光の胴体が北側の階段の側面のところに映し出される。それがいつですかっていうと、その日が春分の日、そして秋分の日になります。という方は、このピラミッドって適当にこの場所に作ったわけではなくて、作る前からピラミッドの角度をちゃんと計算に入れて作り上げてる、ね、春分の日と秋分の日、簡単に言ったら昼と夜の長さの同じ、また季節の分かれ目にもなります。雨の降る時期、降らない時期、それを告げるために彼の文明の中の神様が悪い世界に降りてくるという現象をこのピラミッドで映し出した。そういった中で新世界七大不思議の一つとして多くの票を得たっていう建造物なんです。これね、今から私が約16年前ですね、撮影した写真ね、その時はその日ものんびりとね、今ぐらいの人の中で見学することができてました。でも最近会っていた、最近来るとこんな感じです。
最近来るとこんな感じになってます。皆さんの後ろのところ、1万5000人から2万人の人が集まるですね、一大イベント。でもその時に来たら絶対に見るという保証はないです。なんでってどこの太陽の光が必要なわけですね。なんで曇ってしまったり雨が降ってしまうと見れない自然現象になります。また晴れてたら一日ずっと見れてるというわけではなく、太陽の光ってあっちの東から上がってきて西側の方に進んでいく夕方にのみね見れる自然現象になるんですね。ピラミッドの中にはこんなのがあります。何ですかというと、ちっちゃいピラミッドです。最初にちっちゃいピラミッド、そのようにね、今見えているピラミッドを重ねて作ったわけですね。木の扉が、ね、北側の階段の脇のところにあります。昔はその、中に入って階段登ってっていうことができます。これも2005年の1月から中止になってしまったんですが、中のピラミッドの一番上、まず一つこんなのがあります。何言って、これがジャガーの台座。赤は漆喰で塗られていて、緑のこの斑点は翡翠でした。彼の文明の中では翡翠は金よりか価値が高いもの。なんで今でもインディヘナって言いまして、この土地の先住民の方、亡くなった時口の中にトウモロコシ、手に翡翠の石を握らせて寝かせる習慣が残っている部分、死んだ先の世界でも食べ物お金に困らない願いを込めていて、もう一つあったのがこんなんです。これが有名な生贄の台座、チャックモールと言います。人が体育座りスポーツの中で両手を目の前で合わせている、この合わせている手のように生贄です。何ですかって、人間の心臓ですね。生きて人間、横にされて手と足を押さえつけて胸を切り開いて、そこから心臓を切り取って、その切り取った心臓をこの台座に捧げて、神の使いとして崇拝されていたジャガーと足が食べてくれると、この後富を繁栄をというのに、あの宗教的なのして儀式の台座、チャックモールと言います。こういう形のものですとか、またこういった形、全部で26体のこの形の、台座がこの土地の中で発見されています。でもこれって前の文明が最初ではなくて、完全にトルテカ文明。この台座がこの土地の中で見つかったというだけで、ここは前文明だけではなくて、マヤトルテカ文明の都市として成り立ってたっていうのも言えるかと思います。どういう人が池になったんですかって、そうなっちゃうと分かりません。もう文献残ってないんでね、何年の何月何日、どこどこの誰々さんという形でお伝えすることはできないですね。でも神様に対して捧げていた考えの中で言うと、適当なのではなかったとか、あいつ気がして死んだからあいつでいいよねみたいな感じではなくて、戦が起きた時負けた部族の中でも身分の高い人、その方の価値が高いという中で使われていたとは。じゃこれから北の方に回っていきましょうか。もしかしてここで手を叩いてるの何ですか。聞こえました。これね、ピラミッドパワーです。聞こえた。やってみていいでしょう、もしあれだけ。お、聞こえた。ピラミッドパワーです。聞こえました。トモキさん、これなんでなってるんですか。あ、見せて、あの人ね、あのメンバーですね。手振ってる人見えますか。あの上に人、あの人がスイッチを押してくれてる人ですかね。見えた。見えちゃったらやばいんですよね。ここに超高感度センサーが埋められてるんですね。全然信用してないでしょ。これも嘘です。この建造物で音の反響、共鳴が生まれてるんです。インチガイダー、これね、ケッツァルという神様の鳥の鳴き声とかって言ったりなんかする人がいます。もう私は言いません、そんな文献見たことないです。そいつね、世界不思議発見でも言っちゃったんで疲れちゃったっていう部分なんですが、これに彼の文明の中で人々を束ねていた力にて、いう分ね、またこの先のところで少しお話しさせていただきます。カメラを貸していただいて、もしあれだったら一緒にこの辺に置いてちょっといいですか。あっちのところまで行きましょう。あ、持ってきますか。OK です。気持ちね、一歩こっちです。さあ、はい、行きましょう。これが蛇の頭と下になります、ね。ああ、とかって言うかなと思って。リアルな反応。そうですね。リアルな。そのカメラとか落としちゃってですね、私のせいに引っ張れちゃって、責任取ってくださいとか言われちゃって。これがヘビの。うちあの旦那様にあのあのアシスタントの。出ないとね。訴えられちゃって。
あれはですね、メスのやつです。オスのやつがですね、トサカがあってですね、もうちょっとここに腹直筋を切る。やってますけど、他の方行きましょうか。アイガナミマークです。そして最後に3つ確率があるね。あれ何ですかって、雨。そして蛇のカブトのデビューフです。あの建造物があるところの下の柱っていうのは角があります。あそこが戦士の神殿って言われてます。右手の丸い柱のあちらがね、千本柱の神殿って言われてますね。よく見てあの下のところ手前にね、もう柵を作ってて中に入ることはできなくなってるんで、手前の方から、ね、ちょっとお話しさせていただきます。で、あちらの木の辺りにまた行きましょう。でここでね、またちょっとお話をさせて、こういった建造物なんです。この県内の中で修復ね、またメンテナンスされてる中で、こんな綺麗な状態で今では見ることができるわけですね。こんな綺麗な状態でずっと保存されていた建造物ではないんですが、これ一番最初に作ってた人たち、どういう人たちが作ってたと思いますか？囚人です。ああ、よかった、そういう意見を求めました。よかった、もうマヤ人、ね、大工さんとか言おうとしてませんでした。大丈夫ですか、人間って。昔ですね、エジプトのピラミッドってあそこは奴隷がと言われてました。でも最近の中であちらは公共事業の一つだったっていうふうに海外が変わってきてる。でここはというと、こういった建築物奴隷が作っていったわけではなくて、あくまでも慈悲的な心で人々が生んでこういった建築物を作り上げていったって。よくご質問いただく、このピラミッドってこれ誰のお墓ですかってご質問いただくの多いんですが、今の段階で私が言えるのはこれ墓ではないですね。過去に行った白鳥さんの中では、中に棺を見つけて開けてみたら骨が入ってて、その人は王様という場所ではないからですね。あくまでも宗教的な考えでいうと、蛇そして雨の神様を祀る神殿になります。今そこからご紹介したあそこのね、戦士の神殿というところ、時代でいうと1185年に作られた建物。1185年、日本で言ったら何時代？そうですね、いい国作ろう、鎌倉幕府とかって勉強して、最近の中でね、いい国のいい箱って言ってね、鎌倉幕府も1185年からもうすでに構築が始まってたって、日本の歴史もね、変わってきてる分っていうと、日本でいうとちょうど鎌倉幕府ぐらいの時代に、ね、ここ一番栄えていた頃だったって。3万人から最盛期は4万人ぐらいの人たちが携わっていたと言われてる。でもその人たちを束ねていた力、王ではなくて宗教の力だったって。宗教の力っていうのはこの現代も残ってる部分あるかと思う。例えば中東行ったら自爆テロとか言っちゃう人もいますよね。なのでかなり宗教的なお家の中でこの世界を変える。日本の中でも今から20年ぐらい前、宗教団体問題になってるの知ってますか？はい、うん、お父さんお母さん入ってなかった？大丈夫ですか？あの人たち何してたの？信者の人たちに熱湯に入れてね、生まれ変わりができるとかって。今時熱湯に入ったからって生まれ変わりできると思いますか？って感じですよね。でも人間って宗教的にこうなっちゃうと周りが見えなくなってしまう。そういった部分でここの人たちにしても宗教的な教え、考えの元の中では胸を切り開いて心臓を切り取ってそれを大事に捧げて、ジャガート氏が食べてくればこの土地に富を繁栄をという考え方にしても、北にある聖なる泉、雨の神様に住んでいるその神様、人間を生贄として捧げる、その儀式、こうによってこの土地に恵みの雨をというのも成り立っていってたって言われているんですね。でもそれが持ってたら1200年代後半で、ここは1263年ここから西にある女前の部族の年、マヤパンというところ、そことの部族との戦いで滅ぼされて終わってしまったって。その後ここ誰も使っていないんですよ。スペインの人たちが来た1500年代初と、こういった場所はというと、あっちの奥みたいな感じです。ジャングルの中に全て放置されていて、スペイン植民地時代に一切使われていないわけですね。メキシコとして独立したというのが1810年といったのを覚えてますか？その後ここアメリカ人とイングランド人の探検家だかね、映画で言うとインディ・ジョーンズみたいなね、1839年から40年に彼がこの土地に来て、この場所からあのピラミッドを見ました。そしたらですね、こんな感じです。こんな感じでしかね、ピラミッド残ってなかったですね。彼が描いた絵になるんですけど、今でもここにある蛇の頭、蛇の頭、あの下のところに置いてあるの分かりますか？あの柵の中に、ね、入ってますね、蛇の頭。じゃこんなような世界の中で、さっき写真でお見せした春分の日と秋分の日の光と影でしょ、こんじゃ見えないですね。じゃこれいつ直したのって、1927年一般開放が始まったって。この時から9年の歳月をかけてピラミッドね、このように戻したって。修復復元が始まった時から9年の歳月をかけてピラミッドをきれいに戻します。もうこれね、光と影はこれすぐに分かれずに、これって1970年にここを警備してたセキュリティがたまたま春分の日の夕方になんか
あれってぽいよねって世界ですね。それが交換者の耳に入って角度的に調べてみて、この現代の中で改めて発見されたということは、そんなことも先祖代で伝説という形に残ってたわけではありません。文献も処分されてしまって残ってね、実は今あそこでね手を叩いてる音、ケツァルという神様の鳥の鳴き声ってね、最初に誰が言ったんですかって世界じゃないですか。あそこにある戦士の神殿、残念ながらもう中に入れなくなってしまう。昔はというと、昔々はこの中にね建造物、色が赤もしくは青、どちらも生命の色、赤は血の色、青は水の色、生きていく中で重要なこの2つの色にて、色に関してはまた別のところで残っているところに、ね、またお話しさせていただきます。これがね、ジャガーの鳴き声、うん、階段の一番上のところ、チャックモロの台座、こんな感じです。あの上からね、ピラミッドの東側の方を見下ろしているような形で、あちらにもチャックモロの台座がね、置いてありますね。で、この台座がある脇の柱っていうのは、日本で言ったら名古屋城の上にあるのは何ですか？シャチホコ。こんな感じね、蛇の神様のレリーフ、こんな感じです。蛇の神様サインになってね、口を開いてて、要は天界から、ね、この土地に蛇の神様が舞い降りてきたっていうデザインの中でね、こちらの蛇の神様のレリーフ、上の壁のところにこんな感じで、ね、突起物があります。物をかける服みたいなのがあってね、真ん中に一つ突起物、どんな感じって言うと、それ絵で描くとこんな感じになります。真ん中のところ、蛇の神様口を開いてて、口の中から人の顔、口から蛇のベラがしてピッてさむ、脇にはわしの足、後ろにはわしの羽、これが彼の文明の中で信じていた羽毛の羽に入っている蛇、ククルカン、豊穣の神とも言いまして、この土地に恵みを授けてくださる神様の姿にもあります。その脇のところ、上から3つ、サインに言っていたのが、これが雨の神様の姿、名前はチャークって呼ばれていました。さっきのこの台座、チャックモルって言ったの覚えてますか？前語でチャックって言った赤です。チャークって言うと、雨の神様の名前、発音でね、意味が変わって、日本でも人形というのと、人魚みたいなものでしょうかね。これよく見ると人の顔っていうか、獅子舞みたいに見えませんか？青いところ、目ん玉、鼻があって、口があって、耳、横が目、鼻、口、耳、これがね、雨の神様の姿、チャークになります。ピラミッドもう一度見ていただきたいんですが、上、入り口ね、柱で3つに分かれてます。真ん中の入り口からさらにその上の壁のところ、なんか黒い筋が2本ありますね。その間のところ、なんか人の顔みたいに穴が開いてる場所、分かりますか？真ん中の入り口からさらにその上の壁のところです。かもしか、あそこにもね、雨の神様のレリーフ、チャークのレリーフですね。というか、このピラミッドって何ですかって、デザイン、変化、上の世界に雨の神様がいて、その神様、日々の神様は俺の時に生きる、さらにその北にある聖なる泉の方にってね、デザインになっておりますね。彼の文明の中ではとっても重要でした。なんで言っていいと、今日、カン君からここに来る道中、川、一つも見てないと思います。この土地は石灰の土地、石灰の土地というのは、雨が降ると、雨水はフィルターに浸透していってしまって、地下30メーター、40メーター下に初めて硬い断層が、ね、ここで初めて地下水脈、地下に川が流れます。その地下水脈の天井が長い歳月の中で脆くなって、最後薄くなって、徒長させる力がなくなって、天井が陥没して落ちてしまったところ、今そこがね、セノーテって呼ばれてますね。前語で言うと、先住民の言葉で、もともとはソノーテって、水が土地を食べる場所。唯一この土地で真水を常時確保できている。人間、海の水、海水、塩水は飲むことはできないですね。なんで真水が取れる前にこういった文明ね、都市が築かれていってたわけですね。でもその泉からみんなで水を汲み上げて、広大な土地に水まきをして農業をしましょうというのはちょっと難しい部分。ここは雨季と乾季、乾季にトウモロコシを植えても意味ないですね。なんで彼は春分の日、天界からこの土地に蛇の神様が参りてくれ、それによってまたこの土地に雨の神様を導いてくださるサインとなって、初めて土地を伐採して焼き畑を行ってトウモロコシを植える。そうするとその後の雨季の雨で死ぬトウモロコシが芽が生えていって、乾季の芽収穫があって、ということはここはというと宗教的な部分と季節を組み合わせながら人々に生きる姿をっていうのがね、こういった地戦さんの都市の目的役割だったって言ってもいいかと思う。でもそれが持ってたの、日本で言ったら鎌倉幕府ぐらいの時代が限界だったとも言える。なんでって、じゃあ日本の鎌倉幕府の時代にここと同じ宗教を日本で広めていたらどう思いますか？じゃあお侍さんの心臓を切り取って、切り取った心臓を神社に捧げます、うん、日本にはジャガイネね、キツネとタヌキが食べたら幸せになりますってやりますか、うん、って感じですね。池に入れね、雨の神様に人形を捧げて、今年お米が豊作なのにみんなで祈りましょうって、日本の鎌倉幕府の時代に言ってた、ちょっとって感じますね。そういった中でここの人たちにしてもそのぐらいの時代になってくると、宗教的な教え考えのもとでは人々を束ねる力が薄れていった。それが文明の崩壊にって言われている。先ほどマヤパンという部族に滅ぼされてた。でも彼は1万5000人ぐらいしかいなかったって。ここ最盛期は4万人もいた人たちが負けてしまったのは、一番ね、宗教的にこの土地を離れていったっていうのが原因だって言われているんですね。皆さん、メキシコに来るときに一つこっちの考え方ね、マヤ文明、
まあ、過去に栄えてた文明でね、遺跡だって。で、こっちの方にね、昔メキシコはスペインの植民地、前文明がなくなったらスペインたちが入ってきてスペインたちに滅ぼされて終わっていったと思う方が多いんですけど、実際にはそういうつながりではなくて、スペインたちが来るもっともっと前にね、この文明ってもうすでに終わってたわけですね。でもそれがラッキーなことでジャングルの中に放置されてたっていうのが運よくまた見ることができるわけです。もしここスペインたちが来た1500年でしょと槍とか持ってね、まだここで生活がという土地であれば、あんな建造物はもう残ってなかった。スペインの方が強いです。スペインが勝った時、あんな蛇のレリーフ持ってるのほかですね、破壊してしまって、でもこうやって切れるという石を材料にここに教会とか将軍ね、宣教師のやってね、スペインの人たちが住む町がね、この場所にできていたかもしれませんが、そういった場所ではなかったんで、まあラッキーだったってね。もしここが山岳地帯、山があって川があって川からね、田んぼに水を引くことができる土地であれば、もうちょっとこの教え変わってたかもしれませんが、そういった場所ではなかったんで、そういった考えが昔々ね、この土地の中ではってやれてると思いますな。あっちの方には宗教的な建造物があるんで、あっちの方にちょっとね、また歩いて行ってみましょうか。で、忘れ物ないように。あそこでね、手を立てて音聞こえますね。聞こえますか？で、私はっていうと。聞こえてますよね。ということはこれ何ですかっていうと、マインドコントロールとしてはとても効果があっただろうって言われてるんです。この下には一般の信者、あのように高級信家という身分の高い人、身分の高い人たち、信者の人たちの声、反響について、ここで喋ってる声、上では聞くことができていた。それを踏まえて、上からね、拡声器を使わずとも声が、私の声は、いいことを聞きなさいという形の中でね、マインドコントロールという分にはとても効果があっただろうとは言われている分。でも別にこれピラミッドが得じゃないです。インチガイドはこのピラミッドの角度とか階段とか上の入り口とかうんちとか違います。ちょっとこっちに来ていただいて、こっちです。聞こえました？こっちも鳴っちゃいましたね、うん、というか別にあのピラミッドが特別じゃないですね。鳴ってますね、うん、この石です。石灰の石っていうのは水分を多く含む水の方なんか空気より伝達率が高い、そういった中で聞こえやすくなりやすくなる特性はあるんですけど、別にあの形だから鳴ってるっていうわけではないですね。でも彼が文明があった時代にこんな建造物を作っていた、こんな効果を生まれてる、さすが神の力だってね。この建造物は今ではっていうとヴィーナスの台座、日本のガイドブックの中で金星の台座って、そのレリーフがあるんでちょっと近くに行ってね、この建造物ですね、ここのところなんか昼剣みたいな模様になってるのかですか、これがね金星を表してるって言われてるんですね。その脇の四角くくぼんでるところ、ここにさっき本でお見せした蛇の神様のクックルカンのレリーフ、でもこっち側のが見やすいんでくるっと回りましょう。こちらのところ見ていただくと、四角くくぼんでるところの壁の真ん中、なんかドラえもんの顔みたいに描いてあるのかもですか、これ何て蛇の口の中で蛇の目ん玉丸いやつがあってね、口から蛇の胸がシャンピッて脇にはわしの足、後ろにわしの羽、ね、さっき本でお見せしました力の象徴のレリーフ、クックル感ですね。上ここにも蛇の胴体、波打って蛇の神様の胴体に書いてあるのわかりますか、うんうんうん、ここにあるね、頭につながってるって、蛇の胴体よく見ると鳥の羽みたいなものになってる、こういったのがククルカ、羽毛の羽が入ってる蛇になります。でこういったところお魚がいるのわかりますか、ナマズ科のお魚、キャットフィッシュ、水洗いとかに生息する縁起物としてって、でこの肩のところ今でも色が残ってるのわかりますか、赤とか青とかね、昔はこういった建造物ねこのような形で赤は血の色、青は水の色、生きていく中で重要なこの2つの色にって言われてる。この脇には×のマークを重ねているマークがあるのわかりますか、×彼の文明の中ではあんたダメっていうダメ出しの×ではなくて雨を意味していたって、なんでっていうと、ちょっと後ろ下がりましょうか、あっちからね、なんでっていうと、身分の高い人たち目が黒すぎた、より目、強制的により目にしていたって言われています。その見方の中で見ると雨が降ってきて×に見えていた、もともとはその見方っていうのは神様の蛇です。蛇も黒サイと言われてますね。なので蛇の神様と同じ見方、神の道を知ることができる、そういった中で強制的により目にて、日本の漢字の求人
雨っていう感じ。昔あの点々ところバツバツってね書いてた時代もありますね。これもつながりがあって言われてるんだよね。また次にあちらの木の苔の方に入っていきましょうか。ピラミッド、ピラミッドって知ってる？大丈夫？ついてきてますか？じゃあピラミッドっていうことはこれどっかで出てきたか知ってますか？だと思うでしょ。違う、言葉はね全部口から出てきた。そういうお話じゃないですね。エジプトが正解です。彼に先住民の言葉の中でパイラモスというのが言語だった。何にしていた炎とか三角を意味する単語だったって。なんであっちのエジプトのピラミッド上が尖ってて炎のように三角になってますね。でもそれから言うとこのピラミッドは上平らです。台形でしたね。なんでこの形からは炎三角ではなくて別のものをイメージしてこの形になりたったって。じゃあこれって何に見えますか？想像力が豊かだとパッと見えちゃう部分があるんですが、何かに見えないですか？ここで一発で分かったら私お昼ビールご馳走させていただきますが、何かに見えないですか？この形ダメ。でも今日二人ね想像力車の中であんまりですから出ないかな。そしたらじゃあ私からのビールもうなしですよ。ヒントです。彼の文明の中に神様の姿だと。神様って何でしたっけ？あ神の文明の中の神様は何ですか？ヘビ？ヘビ？ですってね。でこれヘビに見えますか？ヘビってこういう形になる時ありますね。トグローマとって、なんでこの形自体がヘビの神様トグローマいって姿、なんでこの形自体がね、そのヘビの神様のその姿を追ってくる。そういった部分でピラミッドの頂点の太陽光が通過する時、360度光が当たって太陽に出ないと太陽の恩恵を受ける中でセレモニーを行う時だったって。から天文観測する中で春分の日、そして秋分の日を把握したというのは光と影の印象で分かりますね。ということは日食月食っていうのも把握していた。この現代の中で日食月食見れるよって言ったらラッキーだから見に行きますね。彼もブームがあった時代にそんな時っていうのはラッキーではなくて必要な時、そういった中で、ね、宗教的な原理式ってその場所があちらになりますね。あっちの方にね歩いていきましょうか。で忘れ物ないようにあちらでご紹介した建物はヴィーナスの台座って言ったのも金星の台座同じ形に建てるとここジャガーとはしない。ここ近くに来てね、有名どころ、南線。あの、くぼんでるところ、右手を向いてるジャンが書いてあるの分かりますか？で、その右側には向かい合ってくちばしを開いてるワシ、書いてあるの分かりますか？ジャガーとワシの台座って言われてる建築物。ジャガーにしてもワシにしても、よーく見ると手というか足のところ、三角のおにぎりみたいなのを握ってるっていうの分かりますか？ジャガーにしてもワシにしても。あ、本当だ、ね、ジャガーの方がこれが梅干し、わしの方が鮭のおにぎりだったって、うん、彼に大好物だったって。ちょっとビデオで撮ってるんだから突っ込んでちょっと老いとかないんですか？ちょっとあれが心臓です。息に捧げた心臓にね、あれにジャガーとわしが手にしてくれると、彼の文明の中でとてもめでたい時の。ジャガーとわしが書いてあるさらにその上のところ、2人の人間が横に寝そべってるの分かりますか？2人の姿横にね、片足着物に立てて長い棒みたいな口に当てて、うん、ジャガーとワシが書いてあるじゃないですか、うんうんうん、その上で横にくぼんでるところ、うんうん、ですね、2人の姿、長い棒みたいなのを口にあってフルートみたいな楽器を演奏してセレモニーを行っている光景って、うんね、昔はこの土地にジャガーがいました。ジャガーは夜行性の動物という方は闇の神様、うん、わしは日曜サロンで昼、彼に昼と夜の神様に人間の大事な心臓を捧げていたっていう儀式です。なんでって言ってね、じゃあ金子さんたち夜ここでお散歩します。ってね、ジャガー出てきてどうしますか？無理だと思います。無理だと思う。多分終わりだ。やりがない武器だ。到底かなね。恐れられていた、称えられていた人間の大事な神道を捧げ、その儀式行為によってこういった時に危害被害がないようにって、もう宗教的な教えて言われてる。日本の中でもこの現代の中でね、場所によって熊に襲われたとかね、イノシとかたまーに来た時あるんです。昔々このジャングルの中にジャガーが生息していたね、そういった宗教的な教えて言われてるんですね。各面に入ってるのにぐるんとまたこっちの方から行きましょう。L'aigle et le chat sont l'un des modèles de cœur humain.
こういったところ見るとね、一番下のところ、鳥の羽みたいなものになったのは、このヘビの胴体があって、あの頭に、ね、つながってて、彼の文明の中で神様はヘビでした。なんでね、至るところに、ね、建造物の中でヘビの神様の姿が、ね、使われてるね。そういった中で、最近ね、私のここら辺もね、ちょっとヘビになってYouTube で私有名になるかもしれない。今度はこっちです。これ何って言うと、この角のところを見るとですね、正面向いてるどこに書いてあるのか分かるんですが、あと一面ね、どこの横があるんです、うん、この上のところで手と足を押さえつかれて胸を切り開く儀式があって、名前はって言うとツオパントリって言います。トルテカ文明、アステカ文明の言葉で言うとドクロの台座って、これも完全にトルテカ文明の影響を受けている建造物がね、この土地に作られているんですね。じゃあトルテカ文明、アステカ文明の神様は何ですかっていうと、ケプサルコアトルって言われています。何言ったら羽毛の羽に入ってる蛇です。彼の言葉、アナワク、ナワトル語で言うとケプサルコアトル、マイ語で言うとウクルカ、どちらも崇拝していた神様の姿っていうのは蛇っていうのは同じだったんですね。なんで蛇が神様なんですかって言われちゃうとね、日本の中に例えば夢の中で白い蛇が出てきたらお金が貯まるとかね、ラッキーだとかね、そういった中にね、脱皮した蛇の皮をね、お財布の中に入れとくといいとかね、ヤマタノオロチという伝説とかね、ドラゴンボールとか知ってますか、空飛ぶドラゴン、シェンロンって、ね、神様って言ってね。でもドラゴンはヨーロッパの方に行くとドラクエの世界です。昔ドラクエやりませんでした。ドラゴンは何ですかって、お姫様はさらっていっちゃった悪魔の使い、そういった中で宗教的に一緒にすることはできなかったんですが、ここだけではなくて違うところね、ヘビが神様というのは存在する部分はね、エジプト、ツタンカーメン、このツタンカーメンの上のところにホグランのレリーフとかついてますね。ね、その昔ね、あっちの方ですと蛇使いとかね、重宝されていたのと同じにね、ここだけではなくてね、蛇が神様というのは存在して、カメラ、カメラですね。お二人、なんでジャガーの台座、ジャガーの神殿って沖縄ではないですよ、大丈夫ですか、シーサーとか言っちゃダメですジャガーです。この中の壁のところね、あの上のところ、玉ころみたいなのが3つ書いてあるのが分かりますか。で真ん中の方に集まってきてるジャガーの姿も、ジャガーの神殿、ね、ちょっとこちらの方に来ていただいて、今光が当てます。この奥のところ、ここ、分かりますか、ピュッピュッってなってるの分かりますか、これ、ね、蛇の尻尾、蛇の胴体があって、頭ここです。口を開いて、ベロがピューって出てて、蛇の神様の姿、中の左手のところ、頭に鳥の羽の冠、弓、イヤリみたいに持っててね、人の姿が書いてあるんですね。今から116年前、デッサンされたっていうですね、絵をご紹介させてください。昔はね、その時は色が残ってました。でも最近の中ではかなり色が褪せてしまったんですが、今からその116年前にデッサンされたいっていうのは、この壁のところ、こんな感じの、ね、色が残って最初のポイントしてたところ、ここですね、蛇の尻尾、二股にっていうね、で胴体が蛇のね、頭、口を開いてベロがピューって出てるね、正面の奥に、中の左手のところ、壁のところ、人の姿、頭に鳥の羽の冠、弓矢みたいなのを持ってって、しゃがんでいただいて、右上の天井の方をご覧になっていただくと、一番色が残ってるのかもしれません。赤とかね、黄色っぽい色ですね、こんな感じで建造物に色が塗られてたので、最近の中でかなり色が鮮やかになります。もうこのジャガーの神殿なんですかって、彼の文明の中で生命の源というのを表しています。この2つの神、こっちから行きます。この右下のところ、あそこに亀さんがいるの分かりますか？右下、亀、左下水鳥、その上にお魚、真ん中蛇の神様、目から涙、その涙が我々の世界に水となってるんですね。額から蛇の尻尾、人間の足が2本あるのわかりますか？こっちから男性です。で今度あっちの柱のところ見てください、ね、光が出てくるので光やってます。女性は下半身スカート履いてるのわかりますか？ここスカートがあるのわかりますか？スカート足が向かってね、髪とか閉じておこう。女性はここら辺に周りペンダントみたいなのつけてるのわかりますか？玉子のネックレスがあってね、毎回やってごめんなさい、ここに胸が2つ出てるのわかりますか？こっちが女性、こっちが男性です。こちらも水がある世界で、今度こっちの方に来てください。蛇の神様、口を開いて口の中に人の顔があっているのは、脇には足の足、後ろには足の足ね。でもこっち、蛇の神様、涙を流してくれてない。その世界には亀も鳥もお魚も、上の人の顔、見てミイラみたいになっているのは分かりますか？なんでこっちは水がない死の世界、あっちは盗まれて亡くなっているんです。水がない生の世界、彼の文明の中の水はやはり生命の源っていうのはね、こういったところで伝えていたって言われている。この後ろ側のところに彼が行っていたボールゲーム、こっち側です、こっち球技場です。バスケットボールみたいな感じでリングに球をくぐす、でもリングはこうじゃなくてこうだ、
横からね、そのリングに穴に球をくぐして得点を打って言われてね、手足を使って腰の部分ね球を打っていって言われてる。でもその球技場に入る前にね、最後にねこの写真を撮ってからですね、これ球技場だそうです。Running from one side of the way across to the other, beating a solid rubber ball that used to weigh between 2 to 3 pounds. They had to push the ball on the air, beating it with the elbows, with the heels, and with the knees. One team machine, いいですか？いいですか？ワンチームシーンで戦っている選手の姿、まずここ。1人目の選手の横に書いてあるの分かりますか？鼻に棒のピアスをして、口があって、顎がなんか面とくぼんでて、1人目の横側ですね、分かりますか？1人目、2人目はここです。足が2本あるの分かりますか？膝パッドつけてるの分かりますか？2人目、分かりますか？3人目、こちらです。頭のところに調査で走ってるのが、みんな右手のところ、四角い長方形の形をしてる、蛇の形をしてる相手も握ってるって感じですね。次の人、こちらです。頭のところ、ジャガーの兜をかぶってるの、ジャガーが口を開いてるという次元で頭にかぶってるって、ジャガーの口の中から人の顔みたいなのね。次の人、こちらです。頭にヘルメットみたいなのをかぶってるのかもしれない。鼻にも飾りをして、顎の下に丸いペンダントみたいなのをして、次の人、こちらです。頭に鳥の羽の冠みたいなのをかぶってるのかもしれない。鼻に棒の口があって、顎があって、肩から足す帯、その帯にスティックみたいな刺しての分かりますか？右手の先にやはり蛇の形をしたアイテム、足が2本あって、膝パッドって6人目、最後の新聞こちらです。彼は立ってないです。彼は左足曲げて立ててるの分かりますか？右足膝から下地面に横にして上半身を掲げてると、どんな感じでいうとこんな感じですね。何されてるのって言ったらごめんなさいね。首切っちゃう。そうすると体から放射線状に血柱が吹き飛んでるの分かりますか？この先には丸いボールに書いてある左が向いてるドクロです。ドクロは口を開いて問いかけをしてるわけですね。その問いかけの先のところには、ここに人の顔、頭があるの分かりますか？鼻に棒のピアスをして、口があったらここがあって、なんでこんな身長低い人なのっていうと、そこで首を切られた人の頭、別な人が左手で持ってます。右手にナイフ、このナイフで首を切って掲げてるって、昔命をかけた戦いを行う中で負けたチームを首切られて頭から下に血が流れてます。この行為によってこの土地の富を繁栄をって願っていたと言われてます。でも最近の中ではこっち負けたんじゃなくて勝ったチームだって言われてます。なんでって言うと、血柱、下から3本の血柱、上から3本の血柱見ると、よく見ると血柱蛇に変わってるの分かるんですか？真ん中に一本は植物が芽を伸ばした花を開いて実になってて、なんでこれ再生を表しているとも言われる。なんでこの儀式を受けることによって初めて神の魂一つ上の神の世界に導いてもらえた、とってもね名誉な行為だったって言われてね。どんな感じだね。行こう、聞こえますか？大人半径で、あちらの南の神殿とこちらの北の神殿に海岸成り立っていたって言われてるね。で、今度反対側のところもあそこ見たもねんで、こちらです。右足と左足立ててる足は逆なんですが、やはり首開いて血柱が蛇、真ん中に植物が目を伸ばした鼻を開いて身になってて、丸いボール、こっち側でもよく分かりますね。口を開いて
問いかけしているドクロ、ドクロはどっちも北の方向いてます。なんでって北の方には聖なる泉、池に住んでてそっちの方に目を向けてるわけですね。でここ別な人の顔が描いたのかな、鼻に棒のピアスして、彼は右手にブーメンみたいなナイフ持ってるのよく分かりません、ね、左手はその金人たちの頭、頭からね下に血が流れてて同じような感じですね。違いがあります。でこっちのとこ見ましょうか。あっちの壁のとこ、あそこにゴールがついてましたね。あのゴールを中心に右手と左手、洋服みたいな、石のサイズ区別されています。右手が大きいし、左手が小さいし、疲れているのかもしれない。で、こっちだって、こっちも、あのリングを中心に、右手に大きいし、左手に小さいし、疲れているのわかりますか？どっちも大きいし、疲れている方に首が切られている光景がね、書かれているわけですね。大きい人、小さい石、どっちが運ぶの大変というと、大きい石、じゃあ価値が高いのは大きい石だとするのであれば、やはりこちらの方がね、首が切られている方が勝者だったって、最近の中では強いと言われているわけです。でもどっちにしてもですね、私がやってたら私が首切らないので頑張りました。でも宗教的にこうなっちゃったので、前を目指してみる。真ん中の真ん中、ここに下もあるんで、足元気をつけてください。私真ん中の真ん中でやります。さっきまたです。もう取ってますか？もう取ってる。ここで一回手を叩きます。そうするとですね、6回後ろに響きがあって、響いてるの分かりますか？人間の顔にはいくつの穴があっていると、 1,2,3,4,5,6,7 つのがあるんですね。首の大事な頸椎でも7つで形成する。戦ってるのは7人ですね。日本でも7人の侍とかね、言ったのよ。前の文明の中には午後1回1個までご紹介できます。上の世界に7人の神様がいて、日本でも七福神ってね、言ったりなんかしてね。ラッキーセブンとかね、七大大陸とかね、ね。ドラゴンボール、見ました？あれも7つのボールを集めるとかね、いろんな7つがあって、もう一度この写真をお見せします。春分の日、秋分の日の光の現象を見せましてね、ピラミッドって今のあのピラミッド、9層の断層って言ったの覚えてますか？ね、9層ですね。でもこれもう一度見せます。これ見せるんですね。光いくつあるのっていうと、1,2,3,4,5,6,7 7つでね形成されている、いろいろ7つがあるっていうのはねあるわけですね。でこれから北の端っこのね方に行ってみましょう。もういいって感じですね。わかりますか？白い数字がぼやけてあの壁のところに、わかりますか？彼、そうですね、数字が書いてある。こっちのね、チームのスカーボードですね。こっちの番号見てください。ね、書いてあるはずないですね。違います。スカーボードじゃないです。違います。これ、中の操作をして、次にね、息を外します。で、同じところに一緒戻せるようにってね、数字を書いちゃったわけで、中に書けよって感じですね。さすがメキシコっていう感じのね、操作の仕方です。これね、これが北の端っこ、新年とあと南の新年でね、試合を行った時、お互いに身分の高い人がこの上に上がることによって会話が成り立っていたって、ね、この人が写真撮られたのに、ね。こちらの方に来ていただいて、お横一列になりましょうか。なんでって、ね、皆さんあっち向いておいてください。私一回こっちを向いてですね、会っています。そうすると私の声がね、ワントップこれて反対側からも行きますよ。あー来ました、もう一回ね。あー
ほとんど反響あるんで、この試合を行ってた時に、この北の神殿と南の神殿とね、会話がお互いに成り立っていたって。なんで聞こえないと、ちょっとこちらの方に来ていただいて。垂直ではなくて、気持ち上の方、中側に傾いていくのドーム型の天井との同じ効果があるわけですね。そういった中で北と南とでお互いに海岸が立つように設計されていたって言われてるんです。これ最初から分かってて作ったのそれは何とも言えないけどね、これも前の文明の中のトリックの一つだったんですね。逆にね、こうやって開いてたね、玉ね、ぶつけたらね、外に玉が見えたらね、そういった部分がありますね。じゃあこれから北の端っこの聖なる泉の方に歩いて行ってみると思う。歩いてますか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？じゃあ北の方にね、ちょっと行ってみましょう。これ競技場の裏側。あそこに大きいイグナがいいのがあったんですか？こっち向いてイグナがいいの。ほら、今飛んだ。あそこにイグナくっついてるのがあったんですか？本当だ。黒っぽいやつ。どうですか？オスですか？あれはこれはこれはオス、これはオスですね、うん、こっちはメスですね、うん、ここにも一匹いる？これこれ違う、うん、ここにも一匹いますね。ちっちゃいの、うん、のこれこれもそう、ここから出したのもこれもそうですね、うん、イグアナ、これ違う、これ石、もう分かんないよ、もうこんなぐらいいるって、うん、あ、ほら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 、ここだよって、ここだよ。わかりますか？挨拶。って昔宗教的な教えの中でこの泉に雨の神様が住んでいる、その神様に人間を生贄として捧げていたっていう場所になる。右手のところ、あそこに人工的な建築がありますね。あれ何か昔天井があった、あの下の部屋は何ですかって言って、スチームサウナ、焼いた石をあそこに持ってて水をかけて蒸気を出して、マヤ式のスチームサウナ行って体を清めてから、あの上から、ね、この下に落としたって言われてるんです。落ちたらどうなるんですかって、人間の浮力ではもう水面に戻ってこなかったって、体には装飾品、金の飾り物、翡翠のネックレス、海外のアセスに身にまとってていると、おもりと同じですね。ドボンって死んだまま、もう浮いてこなかった、でもこうやってこの土地にいる雨の神様に捧げるその儀式行為によって、この土地に恵みの雨よって言われてるんですね。過去に行った推定調査中では人骨も見つかってるって、ね、でもこの水、これにちょっと入りたくないですね。この後に行く、泳げるって言ったところの泉、こんな感じじゃないです。こういったところに入ってみましょうっていうのはまだ早いね。って感じですね。なんで、ここ、あ、こういったところに入りたくないから、泉入るのやめようっていうのはまだ早いですからね。この周りのところは地下水脈、陥没の影響で遮断されてしまって、循環があまり良くなくなってしまった。そういった中で、ね、光合成でこんな感じになってるんですね。でもこれ1904年に推定調査を行ったっていう時、ポンプで水を汲み上げて、水を抜いて調査を始めたそうなんですけど、水位は下がらなかったって。溜まってるだけのお水はないんで、いつまでたっても水が浸透してしまう。そういった中で最終的にはダイバーが入っていって、鉄製のクレーンで泥をつまみがえて推定調査を行って、230体ほどの人骨も見つかって、昔は15歳の女性が生贄で、あ、でも大丈夫です、奥様、多分15歳もう超えてると思いますね。できるだけはもう超えてるかなと思いますね。でも最近の中でそれ女性ではなくて男性だったって、ほとんどの人骨が男性のものでした。そういった中でこれも生贄という考えではなくて、名誉な行為、水、生命の源、溺れて死んだという考えではなくて、自分から生まれ変わりを求めてしていってたんではないかって最近の中で強くやっております。でもここに来て今日初めてチチェンイッサに行ってきたと言います。なんでって、前語でチというと口、チェンは泉、チチェンといって泉の口、泉のほとり、ここに住んでた部族はイッツァーレスです。なんでチチェンイッツァーというと、イッツァー族の泉のほとりという意味ですね。でもそのイッツァラシという部族の名前、眉が2つ合わさって、眉語でイッツというと魔法、ハッというと水ですね。チチェンイッツァというと、水の魔法使いの泉のほとりという意味です。まあ、どちらにしても最初見たピラミッド、あれはククルカンのピラミッド、あれだけ見て書いてあるのに、まだチチェンイッツァに行ってきたって言いませんでした。ここに来てね、初めてチチェンイッツァに行ってきたってね、言える場所ですからね。じゃあここで写真撮りましょうか。もう一度撮ります。ここがとても印象的なんですね。
El impacto era eso. こちらのトップスで石を使ってね、こういった感じで、ね、作ってたんですね。こちらがね、石っぽい部分はね、この日光ってる感じで、なんか見れるってわけじゃないですね。なんで最初にさ、下の大きいピラミッドは角度も違う。下で見たりして東西南北って言ってたんです。実際には違いますよ。あれ東西南北って言ったりしちゃった春分の日、そして秋分の日は真西の日にやるといいんです。そうすると光が当たるだけで影が出ないんです。あの天気ブームなど回すことによって春分の日と秋分の日、あの光と影現象が、ね、見れるわけですね。なので最初にこっちを作った発展系のやつ、あっちに作ったあの文明の中で進化の過程が、ね、あるわけですね。でもこういった点で言うと昔ですね、周りのところに漆喰が出られてました。漆喰ってね、石灰のこの石を粉にして水を溶いてセメントと同じように乾燥すると初めて水を通したの物質ですね。石灰の石だけでこういった点で言うと中に水が浸透していく、内部から破壊してしまうという、だからね、周りに漆喰を塗ってプロテクトしてた部分でも漆喰、漆喰はというと真っ白です。こういった建物全部真っ白だったら照り返しで眩しくて見えないですね。こういった中で色を塗ってたんですけど、エンジムシって知ってますか？エンジムシ、エンジロは知ってます、はい、サボテンのところに住み着く虫、潰すとですね、中が真っ赤になるね、うん、これ昔はね、女性は口紅とかにもしてました。カンパリってお酒知ってますか、はい、あの赤もね、もともとは虫からです。日本の1号例の赤もね、もともとはその虫からって言われて、最近の中にもちろん禁止されてます。でも実際にはこの土地は虫いませんでした。サボテンが群生する土地ではなかったね。ここは植物、木の皮とか葉っぱ、花からね、色を取っています。ちょっとこちらの方に来ていただいて、この木の皮、色が取れます。この木の皮で何色が取れると思いますか？赤、赤、ピンク、ピンク。あまりです。ちょっと待ってね。黄色色が取れてるのかもしれない。ちょっと2人とも外れてるここの写真でちょっと色をつけてこんな感じの中ね、からは植物の、ね、木の皮とかね、色を取ってたんですね。なんでね、これを世界の石と隣の石のね、混ぜさると、混ぜ合わせると黄色い絵の具としてね、使えてたんですね。彼の文明の中では植物で色を取ってた。この後ろの、このね、宮殿のピラミッド、今では名前ね、オツァリオとも呼ばれてる。何ですかって、高層の墓。なんか白鳥さんしたら、ここは身分の高さの人の骨が見つかったね、高層の墓って。なんでお金、首のケーチです。一般会計に立てる。重い荷物は、ね、首の一つに近い。身分の高い人はそういった正解の習慣がないんでね、普通の首のサイズ。もちろんこの土地の中で政府ね、住めていたのは身分の高い人のみなんですけど、そういった中でもね、高層の墓ってやれていたと思いますね。ちょっとこちらの方に来ていただいて。こっちもなるのわかりますか？こっちもあっちの北と同じようにね、こっちもなりますんで。でもうちょっとでしょ、最後ね。いいな、これ、すざま。いろんな人、おんぶれ。はい。あれがチュッパル。うぅーい。なるべます。ミントのあっちのオープンみたいな感じです。山になってただけ、それ表面のところどかしくて、開いた中ね、この下の部分はね、残ってたわけですね。なんであっちのところの表面のところどかしくと中には残ってると思います。でもこういった場所ですね、上戻すということもできません。なんでともともとの形誰もわかんない、文献が残ってるわけではないんで戻しようがないと。この土地は 山一つもないんで、山みたいになってる中に、ね、建造物が埋もれてるって言ってました。あの、ここのね、ここ、長々にお金した、もうちょっと先でしょ。レタクの姿に戻ったんですね。なんでこういったところにしても、あっちの奥とかね、まだまだ埋もれてるところたくさんあるわけですよ。あそこの奥です。あの、
あそこまで行ってね、戻ってきたら終わりですね。もうちょっとですね。その中でこちらに建造物、今までご紹介してきた建物とはちょっとデザインが違う。これ何ていう、これ今では名前ね、カラコルって呼ばれてます。何ですかって言ったら、スペイン語で言うと貝殻とか巻貝っていう意味なんですね。あの四角い入り口、中に入ると螺旋状に通路が広がってました。巻貝みたいな形をしてる建造物なんで、カラコルって呼ばれてますね。別名でオブセバトリーとも呼ばれてます。天文観測所、一番上の時に四角い小さい穴があるの分かるんですか。あれ何ていう、天文観測の窓です。もともとは8方向に開いた窓が設けられていて、ね、真ん中のところ顎を乗せる台座があって、その台座に顎を乗せ、毎日同じ方向同じ角度を見ながら天文観測で、明星って知ってますか。明星って言って何ですか。昔ね、アイドル雑誌でね、ペイちゃんとかチャルメットも違いますけどね、明けの明星って言いまして、金星が一番高く上がる場所、北緯27度、そこに金星が確認できた時のみから戦いを行っていたって言われて、年がら年中戦いばっかりやっていると、お互いに部族同士の中で滅ぼしてて、まあ、そういった中でから戦いの日取りも天文観測の中で決めていたって。階段の右上とか、あそこね、ちっちゃい変な頭がありますね。その右手の縁ですね、あそこにもイグアナが乗ってますね。まあ別にそれ関係ないんですね。左手の斜めに鉄のところ、蛇の胴体が三つ編みのように刻まれてるのが分かるんですが、なのでこちらの方に来てもククルカン、蛇の神様の存在ありますね。雨の神様って覚えてますか。シャークって言ったやつね。あの上の建物、あの近く入り口のところ、あの場所からですね、ずっと上辿っていくと、お相撲さんの回しみたいに一回り壁が張り出てる、さらにその上の壁のところにも、こっちの方向向向いてあそこにも雨の神様のレリーフ、シャークのレリーフがあるわけですね。なんでこちらの方に来ても蛇、そして雨の神様のね、考え方は同じようにあります。でも北にあってこっちにないのは何ですかっていうと、ドクロがないですね。池に台座もないんです。なんでこちらの方のが純粋にマヤ文明として最初にって言われてるんだけど、北の方のは好戦的に戦を好んでたトルテカの人たちが入ってきて、若干の建造物のデザインが変わってったという部分ね、ありますんで、ここにいる人たちみんな見てる、この人たちが平均身長でしょ、みんな身長低いでしょ、ね、この人たちが来てね、身長高いのがトルテカの人たちだね、大人と子供が戦ってるようなもんですね。なんでこの人たちは戦いに長けてたわけではなくて、物々交換だけで生活をしてた土地に取り立ての人たちが入ってね、若干の生活の習慣に変わってきたっていう分ですからね。じゃあ頑張っていける方、あの南の方行っちゃいましょうか。最後ですよ、ご案内できる南の端っこ、これがですね、ラスモンハスって言います。モンハって何ですか。宗教的な儀式を行う人たちのことをスペイン語でモンハって言います。左の方にはイグレッタ、英語で言うとチャーチ、教会です。教会に携わる人たちのうちってね、これもスペイン語の名前でしかない。先住民の言葉で何て呼ばれてたのっていうと、もうそれも分かんないって世界なんですけど。でもこの奥の建造物、昔はってこんな感じで建造物が広がっていただろうって言われてるんです。今見ると正面の階段のところ、右手のところ、なんかえぐれてね、祠みたいに穴が開いてる場所わかりますか。昔あそこアメリカ領事がダイナマイトを仕掛けて爆破しちゃったから、レジャーではなくてトレジャーですね。宝探し、中に金があるという噂を聞いてね、さすがアメリカ人、長崎、広島だけではなくて、地戦争も爆破してたってね、大使も見つかってないんですけどね。じゃあ団体がまた後ろから来てるんで、あの左手の奥まで行っちゃいましょうか。最後でしょ。ひどいね。緑の時はですね、葉っぱはスポニウム、乾燥して落ちると紙ヤスリになるって、ね、こんな感じで、ね、植物で紙ヤスリね、もしよかったらですね、あの顔をあのスクラブにして、ね、奥様あのかかたとか磨いていただいて、ね、大丈夫ですか。これがね、コプテッチ、これ大きいわ。財宝を求めてなんかアメリカ人の人がダイナマイトで破壊したそうです。ここですね、というところが財宝なかったと、十分ひどいことをしますね。丸を向いている石使っているのか分かりますか。あれ何て言うの、増築の境目です。
階段のところ作って脇下の上、またその脇下の上、最後にこの左手をつけた人のここに付随の部分と言われているわけですね。付随の部分、入り口の脇のところにたくさんのバツマークが入っているのが分かりますか。あの上のところに横に連れて雨の神様のレリーフチャークなので、ね、彼の文明の中で雨の神様の存在というのはとても重要だったというのが、ね、分かるかと思います。雨の神様は子孫繁栄のシンボルです。子孫繁栄のシンボルは何ですか。どうだ。おお、まあそれもあるんですよね。雨の神様のレリーフシャークのレリーフがあるのがこれですか。あの上ね、角を中心に鼻みたいなのがあるのがこれですか。目ん玉があって口のところギザギザの歯が、ね、四角いところ、これ耳です。わかりますか。でこっちも耳がありますね。この耳から垂れ下がってこれ何ていう、これチンチンって言われる男性の団子です。子孫繁栄のシンボル、こんな感じで使われる。これも YouTube で載せられない話題ですよ。でこの先のところまで行きましょうか。こんにちは。El otro salió mal, creo que lo pago. Este es. ちょっとね。じゃあ奥様に来てもらうかな。ビデオ撮ってますか。はい。本日のメインイベントこれからですね。じゃあちょっと奥様こっちに。ちょっとカメラ目線でね。セーフでね。今指何本ありますか。5本ですか。これが4本になっちゃってる、ね、手品をこれからねお見せしたいと思います、ね、よろしいですか、はい、ピザ立ってますか。じゃあこれ、ね、うん、ちょっと反応が鈍い。わかりました。イグアナどこですか。あの穴の中です。わかりました。穴の中。もうちょっとせっかくビデオで撮ってね、協力してください。ここでガブってやると、あ、指4本になりましたとかって、ちょっとそういう落ちないんですか、ちょっと。上のところを見るとですね、馬のひめみたいなアーチになってるのかなですか。このアーチの中に人の姿、手こんな感じです。あぐらが書いてますね。トウモロコシの神様って、でもトウモロコシの神様、雨、そして蛇の神様に一緒じゃないとっていう中で、このアーチになってる、脇にこんなデザインになってるやつが、これが雨ですね。感覚みたいになってるやつ、これが蛇です。蛇。雨の神様と共に初めてトウモロコシの神様の存在が、ね、なったわけですね。あぐらを描いている下のところ、たくさんのバツマークが入っているのかもですか。雨です。その下のところね、蛇の胴体が三つ編みになっていてね、上のところもここです。一番上の方、蛇の神様の、ね、胴体、ここ、わかりますか、ね、蛇の胴体、ね、壁のところ見て、ここにたくさんの雨の神様、鼻があって、口があって、息があって、目、耳ですね。そこに1体、2体、3体、4体、5体、6体、右手に6体の雨の神様のレリーフがありますね。左とも同じです。6と6とで12体。前の中の宗教的な最後の数字っていうのは13って言ったの覚えてますか。壁全体でも一つの顔だって。入り口ここ。上唇。この下のところが下唇。口を開いてて左右の顔が目ん玉。なので壁全体でも一つの顔を表してるっていうデザインでね。合計で13体のレリーフ。右手を支えている柱、真ん中を中心に右手と左手、10個ずつ小さい絵文字が入っているのかな。10と10とで20、20と13という宗教的な最後の数字もつながって、このデザインちょっと覚えておいて、午後1回エクバルのところに、これと似たようなやつね、最近発見されたエクバルの一つの、ね、見どころでもありますので、またそこでもね、改めてご紹介させていただきますね。じゃあ、ここから、ね、北の方に戻っていきましょうか。こちらちょうどここからも見たのがいいかもしれないです。今日ご案内できる南の端っこなんですが、この辺ですね、かなり文明の中で屋根を作ってた作り方、これも発見された時山のようになってただけ、その表面のところどかしく正面の階段、周りに壁、中に立っている丸い柱っていうのね、綺麗に残ってたんですが、残念ながら天井落ちちゃってます。なんで彼の天井というのはこんな感じで作ってたからですね、これ見せましたよね。天井どこですかって、天井ここです。三角になります。なんでっていうと、彼の文明の中でね、平らな大きい石を切り取ってきて上にポンって乗せて、はい屋根ですっていう形でできます。小さい石を斜めに、反対側からも同じようにお互いにバランスをとって空間をね支えていたわけですね。でこの横の部分、ここはというとこんな長い石灰の石切り取ってくることはできません。ここは木の柱、こんな感じで使うわけですね。こんな感じです。
なんでこの建造物をよく見ると左手の壁のところ2本の木の柱が刺さっているのかもしれない、うん、このようにイグアナが乗ってるの別にそれは関係ないんですね、うん、民店とかあの四角やな、うん、あの木の柱の中に立って世界の地中の上サインにかわしてその上に石を斜めに置いていったわけですね。なんで左手の木の柱が刺さっている壁のところね、V の字に筋になっているのかもしれない、うん、なんでここは三角の天井を3つ作ることによって空間を支えていた建造物だったわけですね。奥と手前だけですと天井がかなり高くなってしまう、低くするとバランスが取れるように落ちちゃいます。なのでここはね三角の天井を3つ作ることによって空間を支えていた建造物だったんですね。でも残念ながら分滅して終わってしまってメンテナンスをしない、そうするとどっか一箇所脆くなって崩れてしまうと全体的に支えるバランスがというのはね、屋根が残ってないというのね多いのはね、そういった形の屋根しか作っていなかったからですね。で今度はこっちに来ていただくと、あの芝生のところ見るとですね、あそこ身分の高い人たちが使っていたと言われてます。なんでって入り口の幅が広いです。身分の高い人たちでこんな感じです。で私違う、頭に、ね、鳥の羽のカムで今傘さしてるのと同じなんですね。そうすると狭い入り口ですと冠がぶつかってしまって入れない、冠を外して中に入りましょうという行動も考えないでいると入り口の幅が広く取ってるって、そういった格好をした人たちが使っていたという部分ね、身分の高い人たちが使っていたって言われているんですね。最初に見たピラミッド、あそこも北が入り口広かったですね。西と東と南は中ちっちゃくてつながってるって、そういった部分ではあそこは北側のところ身分の高い人たちが位置を取っていたっていうのが言えるかと。なんでって北の端っこ聖なる泉池に攻めてそちらの方に目を向けてっていう分なんですけど、で今度はこっちです。この建物を見るとですね、斜めの天井ってどこから始まってるのってかなり低いところから何の天井が始まってますよね、うん、左手の真ん中があそこが入り口です。幅も狭いしね、これ何ってこれスチームサウナ、焼いたいちゃんをあの奥に持ってって水をかけて蒸気を出して前屋式のスチームサウナ。じゃあサウナといったらつくものは何ですか？邪道。サウナといったらつくものは何ですか？水。そうです、水風呂です。ちょっとこっちに来てください。これ何ですかって言うと、これね、鍵穴の形をしている場所、階段があってね、サウナから出てきたら水風呂があって、ね、こんな感じでね、水風呂、水はあそこにあってね、あの上の建物、あれ何って水を溜めていた建造物、下の時にここに水を注ぎ込んで、サウナから出てきたら水風呂が用意されてるんですね。で、今度はこっちに来てるんです。これ見ると、あの遠くの建造物、あの下のところ、白い斜め斜面が横に広がってるんですけど、あそこなんで、あの遠くのところです、うん、ね、あれ何って言ったら、あれが普通の前のボールゲームを行ってた球技場ですね。あの赤い絨毯の後ろのところ、あそこにね、もう斜めに斜面があって、この斜面のところに各チーム腰だけで球を打つ中でね、真ん中のところについていたリングに球を封じて、それが、ね、前のボールゲームの球技場なんですね。ああいったところで技術経験を磨いた人が最終的にあの北の大きいところに行って試合を打っていると、野球で言うと甲子園みたいな感じですね、でもそこでお前優勝したら最後首切られて死んじゃうんだけど、やっぱりおかしいね、それは名誉な行為だって。シカレイっていうところに行く人、シカレイに行った人、行く人は誰も行かないんですが、シカレイに行くとね、あの夜ショーの中でね、ボールゲームを再現してくれて見せてくれるっていうのがあるんですね。シカレイ行かないんですね、大丈夫です。 YouTube でね、シカレイナイトと検索して、そうするとね YouTube で見ることができますね。じゃあちょっとこちらの方ご覧になっていただいて、今日ご案内したところです。これが入り口の建物、最初中に入ってて、ピラミッドね、西側のところに行きました。そこから北のところに行って手を叩いてみて、覚えてますか？反応があった時で、おーとかあーとか言っててくれたし、どっからね、戦士の神殿、千本柱の神殿、ヴィーナスの台座、ジャガーとワシの台座、ドクロの台座、ジャガーの神殿、球技場に入って北の端っこの聖なる泉、また戻ってきて、旧地縁のピラミッド、天文館カラコル、ラスモンハスイグレシャ、この南の端っこですね。中に入ってピラミッドを中心にこれで北からずっと南の方までご案内させていただきましたので、お疲れ様でした。ありがとうございました。時計見止めを今日はですね、11時になっちゃいました。これね、2時間半の観光になりますので、これからね、出口の方に戻りましょうね。はい、大丈夫でしょうか。